こんにちは皆さん。今はヘブル歴のエルールという都市です。今6ヶ月目なので、次は7ヶ月目に入る準備をしています。なので今は性別の時ですね。今一つイザヤ35章をシェアしたいと思います。 ヘブル語ではすごく詩のような形で書かれているんですけども「主にあがなわれた者たちは帰ってくる」「彼らは喜び歌いながらオ音に入りその頭にはとこしえの喜びをいただく」「楽しみと喜びがついてき悲しみと嘆きとは逃げ去る」 それれが私たたちに約束された希望ですね世界中で今皆さんも大変それぞれ大変な時を過ごしているかもしれないですけども聖書に書いてあるように希望を持っていきましょう今「シオン」という言葉を頭に思い浮かべてたんですけれどもヘブル語ではチヨンと言いますその言葉の意味は「知恵」という意味もあるんですけれどもなのでイスラエルエルサレムに対しての 永遠の約束という風に捉えることもできます希望とポジティブの神様の約束ですねもう一つシオンという言葉の意味はヘブル語で標識や看板という意味もありますなので天のシオンと地のシオンが一緒になってもうすぐやってくるというように私は感じます私たちの心の中にある王子を準備して私たちの心をその時のために 主が来られる時のために賛美と喜びを持って準備しましょう主の素晴らしい完璧な計画のために私たちは手を取って一緒に歩んでいきたいと思いますシオンにに向かっっててイエスの皆によって